皆さんこんにちは、レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ、夏の移籍でまた動きがありました。インドネシアのリーグからブラジル人フォワードのシルビオ・ジュニオール選手の加入が決まりました。おーそうですね、これはワクワクする補強ですね。いい、レノファここまで21得点は秋田さんに並びリーグワースト、トップスコアラーが川野浩太選手の3得点でした。失点ばかりがちょっと目立ち試合が続きましたが、実はちょっと得点力不足も課題となっていました。 YouTube にプレイ動画が上がっているのをサポーターの方が見つけてくださって早速拝見しました。いや皆さん本当見つけるのが早い、ありがとうございます。ドリブルで駆け上がるタイプの選手みたいですね。そしてヘディングよし、守備も献身的、センターフォワードタイプなのかサイドアタッカーなのか、ちょっとこの動画だけではよく分かりませんでした。未知数な部分もありますが、見る限り期待はできそうです。世界でのプレー経験も豊富のようですが、アルバニア、アゼルバイジャン、UAE、インドネシアと、そこまでその主要国のリーグではプレーされてないんですね。84センチということでセットプレーも期待できそうです。そしてブラジル出身、同じブラジル出身のヘナン選手は嬉しいのではないでしょうか。22-23シーズンではインドネシア一部で8得点4アシストを記録されているそうです。新外国人フォワードと言いますと僕はレオナルド・ラモス選手を思い出しますね。あの年ラモス選手は2017年7得点取ってるんですね。いやそれぐらいの活躍を期待したいところです。いや今はねレノファはちょっと得失点差で苦しんでますので、ぜひともね大爆発期待します。2桁ゴール期待します。2桁ゴールを取って、山口のファンを沸かせてほしいと思います。ジュニオール選手よろしくお願いします。夏の移籍、ここまで平瀬選手ジュニオール選手2人の加入が決まりました。となると気になるのが、誰か出ていく選手がいるかもしれないですね。過去の夏の移籍をちょっと調べてみました。去年2022年は、3人が入ってアウトはゼロでしたが、21年は2人が入って、3人がアウト、2019年もやはり3人が入って4人がアウトというふうになっています。さあもちろんこの今の状態で、シーズン終了まで迎えられればもちろん一番いいんですが、さあどうなるでしょうか。J2 の他のクラブさんが大掛かりな補強を進めている中、さあ我がレノファもいつ発表があるんだと思っていましたが、そんな心配は無用でした。後半戦の逆襲もちろん期待してます。やってやりましょうレノファ山口。まで複数得点を取った試合が2試合しかありません。ホームでは1試合です。とスカッと勝つ試合が見たいのでこれからよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のためレノファ山口のためレノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。